はい、どうも、不明だよです。今回ですけれども、セレクトボックスが来ましてですね、まあ、ガチャを引いていこうかなと思っております。で、まあ、詰めリストはね、まあ、こんな感じで、ボーピープ、メリダ、ミゲル、ジェットパック、エイリアン、フォーキー、アーロ、ウォーリー、マックイーン、レックス、ニモということで、マジで引く価値のないセレボかなと思います。が、私は引いていく。で、今回はね、特別にね、全10種類ということで、まあ、確率も上がっているというところはね、まあ、熱いかなと思います。あと、ボーピープがね、育てやすいっていうところでは、まあ、おすすめできるかなと思います。で、まあ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 、自分のね、まあ、今回メイン赤のガチャなんですけれども、ボーピープがね、あとちょっとなんで、あと3体でスキルマンなんですけれども、他のツムも、期間限定全然スキルマンじゃないので、もう今回はね、完売しちゃおうかなと思います。はい。で、654万ありますし、で、プレミアムチケットがね、14枚あるんで、まあ、これ来月の新ツムでね、全然、いけるんで、はい。これはね、もうセレボ全突破でいきたいと思います。で、やっぱりね、ボーピープが一番出にくいと思いますので、まあ、そこが闇をね、感じるのかどうかっていうところも見ていきたいなと思います。で、ツムリスト、まあ、こんな感じですね。で、14.29% ということで、はい。じゃあ、頑張って引いていきましょう。やべ、ちょっと待って、開始、おーし、メリダ。おーし、待って。開始コイン枚数が654万ですね。OK。654万から一体何万コインまで使うんでしょうか。400万ぐらい使うかな、これ。でもね、割かしね、スキル4号が多かったんで、そこまで、おーっしゃ。これは来てる。いきなり、もう3、4回目でボーピープはでかい。さあ、ウォーリーでございます。ウォーリーね、意外とね、必要つむすが少ないですね。12なんで。さあ、フォーキーもね、もうスキル5の 50% なんで、そう、割かしね、すぐスキルマンになるんで、意外とね、お、やばくね？神引きじゃね？神引きじゃね？これ神引きじゃね？よし、アーロ。アーロをね、スキルマンに作りたかったんで、今回のね、セレブはね、個人的に、お、え？超神引きやん、俺。超神引きなんだけど。フォーピープ一番出て、しかも、もうスキルマンになってしまったという。まあ、本来であれば、もう引かないところなんですけども、今回はね、ちょっとね、久しぶりにセレクトをね、完売していきたいと思いますので、で期間限定のね、ツム、特にミゲルは曲付きなので、曲付きのね、ツムはなるべくね、スキルマンにしておきたいんですよね。まあ、それはなぜかっていうと、やっぱりね、スキルチケットが手に入るんですよね。ピックアップガチャの、曲付きで復活した際にですね、スキルチケットが、恵まれると、もらえちゃうということなので、まあ、ミゲルはね、絶対ね、スキルマンにしたいですよね。はい。皆さんもね、そういう考え方もありますので、まあ、曲付きはなるべくね、スキルマンにするっていう考えも、まあ、コインがね、余裕がある方はね、まあ、やってみていただいたらいいんじゃないかなと、私は思っております。さあ、654万から、もう早くも50万近く使っておりますけれども、さあ、ジェットパックエイリアンは、スキルレベル4の 25%。ジェットパックエイリアンとかさ、スキルマンだったらさ、ほぼ全面に変わるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんかな。スキル4でもえぐいぐらい変化してくれるんで、ね。さあ、アーロです。アーロの上がり幅が 6% なんで、多分18体ですかね、スキル5から6までは。さあ、メリダですね。メリダも 6% 上がりになっててほしいけどな、20体はやめてほしい。弱いんで、フォーキーはね、多分 6% なんですよね。うん、6% 上がり。OKOKOK。ボーピープ以外さ、これ6%上がりいないんじゃない？これ。ね。アーロも6%上がり。6%、7% 上がりですね、多分。いや、ウォーリーがもしかしたら 5% 上がりかもしれないですね。ミゲルはさすがにこの弱さはね、さすがに、と思うんだけど、ジェットパックエイリアンはなんか20体っぽいな、あの変化数だとな。ウォーリーは、いや、ウォーリーどうなんすね。てか、ウォーリーマジでさ、ミニオンにしか見えないんだけど。おー、ミゲル7%上がり。やば、これ16体かな。
そうなってくると、よっしゃ、 7% 上がりは嬉しい。さあ気になるウォーリーの上がり幅は、ミゲルやった、いいね、ミゲルの上がり幅がめちゃめちゃ嬉しいね。ミゲルが怒涛の、お、メリダさんお久しぶり。やべえ、メリダがまだスキルレベル4なんだけど。さあと言いながらね、もうね100万近く使ってるんですけど、やべえな、これだいぶコイン減るね。まあしゃあないしゃあない。うおー、メリダ怒涛の、さあ、え、これもう4連続ぐらい来てない。お、アーロでございます。いやーでもね、やっとね、アーロはあのピックアップで復活が多いんで、今回のセレボ復活、お、やった、ウォーリーも 7% やん、やったぜ。コイン消費がね、あの抑えられるんでめちゃめちゃ嬉しい。いや、メリダも 5% じゃないことを祈るな、これはマジで。さあでもこれもさ、今 57% だったんで、多分ね、メリダもね多分 7%6% 上がりだと思うな、これだと。いいね、コイン消費だいぶ抑えられるんじゃないこれ。よし、さあアーロが 50% になりました。バリバリ引いていきます。いやーこれ消費どんぐらいかな、300万ぐらい多分引くと思うんだけど、結果さあもうすぐで150万ですね。アーロがあと8体ぐらいかな。シャミゲル、マジでミゲルはスキルマにしておきたいですね。はい、いやでもさ、ボーピープのさ引き良すぎじゃなかった、あれマジで神引きすぎない？すぐ3体出たよ。俺もっと闇を感じてさ、全然出てこないと思ったんだけど、まあ、こういう時って出てしまうんすかね、なんかそういう感じなんすかね。しゃ、ウォーリーの 7% は嬉しい、マジで。はい、まああのスコチャレね、明日から始まりますけども、マジであのスコチャレはね、新ツムの方があの強いんで、あのスコチャレをね、あのやるためにセレボはねあまり引かない方がいいと思います。まあ、ボーピープは強いんですけどね、圧倒的にね、エミューランドールとかイアンの方がね全然強いんで、うん、まあ、ボーピープは低スキルで強いんですよっていうところなんでね。うん、さあミゲルがいよいよスキルマに近づいてきております。 7% だから上がりがねめちゃめちゃ早いね、やっぱね。フォーキー抜かしそうだね。そうだ、やべえ、ジェットパックエイリアンまだいた、まずい。そしてメリダもさあ、メリダは抜かしたんか、ジェットパックエイリアン。ってことはジェットパックエイリアン全然出てないジェットパックエイリアン全然出てない。もともとジェットパックエイリアンってスキルレベル4だったんで。はい、さあフォーキーです。フォーキーがあと、3体かな、あの3体、うん、あと3体、あと2体。よし、いよいよスキルマです。うおー、さあもうそのまま連続でいっちゃおう、そのまま連続でいっちゃおうウォーリーでした。いやメリダとジェットパック、多分メリダは 5% 上がりじゃないのは、あのスキル後の上がり幅で、まあ、ほぼ隠してるんですけど、ジェットパックエイリアンが気になりますね。ジェットパックエイリアンが 5% じゃないことを祈りますけど。よし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 、いいね、ウォーリーもいよいよスキルマンに近づいてきております。さあメリダがあとちょっとでスキル5です。やべえ、ちょっと待って、もう200万だよいやーやっぱね、これいざね使っていくとね、あのやってしまったなって思っちゃうよね、やっぱ。
よし、ポーキースキルマンありがとうございます。さあ、あと何体だ。あと5体ですね。これで 20% ですね。オッケー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 。さあ、メリダ、さあ次がね、気になる上がり幅なんですけれども、メリダはね 6% かな。よっしゃ、 7% 来た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 、オッケー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 、来てる。いい、 7% なんで、ウォーリーも 7% だし。さあ、あとはジェットパックエイリアン。ジェットパックエイリアン5っぽいんだよな、マジで。わりかし強いんで、積む的に。なんか 5% 臭いな。 5% だとね、20体なんで、そこだけで60万消費するんですよね。そう考えるとこれ、え？これ400万ぐらい使うんじゃない？これ。さあ、もう200万、もう220万ぐらい使ってますね。いやー、きびいな、きびいな。よし、アーロがあと3体。よし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 。今回でね、7体スキルマ増えるのはね、だいぶでかいっすね。マジで。よし、ミゲルがあと1体。これはでかい。よし、スキルマありがとうございます。もうここからはね、もうミゲルは、もう曲付きスキルマなので、もうピックアップでね、もう毎回復活してもらって構わんよ。ラストショーで。ラストショーで、毎回復活してもらって構わんよ。マジで。スキチケもらえるんでね。いや、これはね、嬉しいね。いやー、自分ね、今月もね、1000万貯めようかなと思ったんですけど、なんだかんだガチャ引いてしまってね、なかなか1000万貯まんないんすよね。ミッキーセレボの時ぐらいしか貯まってないんすよね。1000万。まあちょっと来月も頑張っていきたいっすよね。さあ、ジェットパックエイリアンが、いや、まだスキルコンになってないんだよな。よし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 。さあ、気になる次の上がり幅が気になってしまう。次の上がり幅が気になってしまう。よし、アーロがあと1体でスキルマです。ありがとうございます。よっしゃ、スキルもありがとうございます。これもうあとさ、だよねだよねだよね、あと2体。いや、この感覚久しぶりだな。完売になる感覚めっちゃ久しぶり。よーよし、 6% 上がりはでかい。よっしゃ、ってことは今回 5% 上がりってボーピープ以外いないんだ。そうか、そう考えると完売にするコイン枚数っていうのはわりかし少ないかなと思います。いいね、よかった。 6% だったんで消費がちょっとはね、抑えられますね。で、プレチケがね、この前のピックアップガチャで常駐が多かったのがね、とても助かりましたね。多分あれがね、常駐積むあんだけ入ってなかったら、今回ねセレボ多分完売まで引けなかったんじゃないかなと思うんですけど、はい、多分4月の新積むって3体来るので、まあ、新積む3体スキルマネするのって、まあ、300万必要になってくるので、まあ、そう考えるとね、ちょっとなかなか厳しいところがあるので、はい、まあ、その後セレボとかピックアップがすぐ来た時にね、すぐ対応できないコイン枚数だとね、ちょっとね厳しいんで。いや、この前のピックアップガチャはね、やっぱね神ガチャだったね、自分からすると。やっぱり、いやー、よかったよかったよかった。いや、あのガチャはね、ほんとよかったな。さあ、いよいよです。いよいよ。もうジェットパックエイリアンとメリダしかいないんですけど。あれ？ジェットパックエイリアンとメリダだけだよね。さあ、どっちがスキルマ早いんすかね。ジェットパックエイリアン抜かしてない？メリダ、ジェットパックエイリアンが最初全然出なかったんだけど、後半怒涛の出で、ジェットパックエイリアンが最終的に最後になると思ったけど、まさかのメリダが一番最後になりそうなんだけど。しかもメリダ 7% 上がりなんで、本来はね、もうね、スキルマンになっててもおかしくないぐらいの、あれだと思ったんですけどね。さあ、どっちが先になるんでしょうか。この引き方だとね、ジェットパックエイリアンの方が、先にスキルマンになりそうだけど、
やばい、ジェットパックエリアに傾いております。よし、いよいよ完売ですね。さあ、何万コイン使ったんだ俺。いや、ジェットパックエイリアン偏りすぎ。やべえ、300万以上使ってる。しゃあ、マジで偏りすぎじゃない？もうこれさ、7連チャンぐらいできてない？さあ、メリダの方が来た。いや、結局メリダが一番最後か。まあ、メリダが確か一番スキルレベル少なかったけど、まあ、とっくにね、ジェットパックエリアはね、抜かしてたので、まあ、余裕でメリダの方が先だと思ったんですけどね。よし、ジェットパックエリアがあと1体でございます。いや、いよいよですね、この感覚。ありがとうございます。まあ、あの結果ね、ちょっと待って、これさ、あと3体かな、あ、4体かな、いや3体だな。何万使ったの？654万からだったんで、わあ、これ330万ぐらい使ってるね。330万で7体スキルマンできたと考えれば、だいぶ今回スキルマン増えたんで、それはね、めちゃめちゃ嬉しいですね。さあ、ラストです。いや、久しぶりの完売、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、完売、久しぶりの完売、嬉しいな、マジで。という感じで、654万だったんで、まあ、340万使ってますね。このガチャに340万使う価値ねえな、マジで。基本的に340万使うやつってアホだと思うんですけど、まあ、そのアホは俺だったということで、はい、あの、皆さんは聞かないように、よろしくお願いします。はい、でですね、それではね、今回は、セレクトボックスのガチャをね、引いていきました。ご視聴最後までね、していただきましてありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。